古今定身秘は、東京都北区出身の落語家。本名、植栗藤夫。キャスターの田端恵美は妻。落語協会所属。出林は、越後寺師。TCP アーチストとは、業務提携。東京農業大学第一高等学校卒業。拓職大学在学中、フリーマーケットで五代目古今亭新章のカセットテープを購入したのを機に、 落語家を志すようになる。新章に入門することを考えるが、すでに個人となっていたため、その弟子で長男の十代目金原定馬生に入門しようと考えたが、馬生もまた個人となっていたため、新章の弟子で馬生の弟である古今亭新朝への入門を考える。1998年12月、三代目古今亭新朝に入門。 翌年11月に前座となる前座名は朝松。2001年10月に師匠新長が死去したことにより兄で師匠大古今亭新五門下に移籍2003年5月に古今亭新大焼け、カ紫、三遊亭司と共に煮詰め昇進。朝太しに改名。2010年9月、師匠新五死去により、 シ吾の弟弟子六代目古今帝神橋門下に遺跡。2012年9月に古今帝文岐区と共に抜敵で新内昇進。心座新日に改名。浅草園芸ホール8月中席で毎年行われる住吉踊り連に所属している。古今帝神日、柳屋昇伝継ぎ、柳屋燕渡る春風亭三丁の4人で落語モンスターズを組んでいる。 新内昇進の名前の候補に古今帝進松があったが心座非自身が断った。現在、心座松の名前は同じ古今帝進橋門家の別の落語家が名乗っている。ありがとうございます。